今日午後千葉市の幕張エリアにあるタワーマンション25階から3歳の男の子が転落した事故で、男の子の死亡が確認されました。この事故は今日午後2時15分ごろ、千葉市美浜区のタワーマンション25階から男の子が転落したものです。転落したのは3歳の男の子で、マンションのエントランスの屋根の部分に倒れているのが見つかり、意識のない状態で病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。現場は JR 海浜幕張駅に近い48階建てのタワーマンションです。警察は男の子が転落した詳しい経緯を調べています。